ヤダンは SMA ニートプロジェクトに所属するお笑いトリオ。本間と中島は小学6年生から中学生の時に同じクラスだった。中学3年の時に三音三の大会に出るグループ名としてカタカナ書きのヤダンが誕生。大学4年の頃やることもなく街をうろつきながら動画を撮影していた際、本間と高田のババにあるラーメン屋に入る。 この店が、渡し鍋という名前であり、ひらがなと漢字の組み合わせがしっくりきたことから、矢をひらがなにした。鳥嫁の由来が、毛利元成の三本の矢、というのは後に、先輩の発案を拝借しただけで嘘である。同じ大学に進学したが、学部の違いから、本間は、静岡へ向かう。一方、東京の中島は、大学一年の頃から、お笑いを志したが、 漫才コンビを組みたいと考えていた本間が静岡にいることから叶かわず、運の健太郎を相方に選ぶ。しかし、本間のことを諦めたわけではなく、静岡に時々顔を出すことで関係をつなぎ止めていた。またトリオで活動することを見越して、運のを通じて、本間をコンサートに誘うなどして、友情を深めていった。静岡にいた本間は、お笑いやミュージシャンなど、 表現に携わりたいと考えていたが、親に打ち明けることができず、就職活動をし、実際に、就職先の研修にも足を運んだ。しかし大学卒業と共に就職への道を投げ打って、東京に戻り、野団を結成するに至ったという。当初はフリーで活動していたが、事務所入りを検討する時期になり、ネプチューンが好きだったことから、渡辺エンターテインメントを目指す。 しかし別の芸人から設立されたばかりの SMA を勧められ、実際に SMA で面接してくれたのが、日大の先輩の平井誠一であったことから、2005年4月、SMA ニートプロジェクトに所属することとなる。スタート時は、本間、中島、雲野の,の3人でのトリオで、事務所ライブのトップ集団の常連であったが、2007年には、結婚を機に、雲野が脱退。 トリオでの活動を続けたいと考えていたところ、面接でもアドバイスを受けた平井からピンで、活動していた、ロングサイズ、伊藤の存在を知らされる。伊藤は一時期東京 NSC に入学していたが、勉強してまでお笑いをすることに、違和感を覚え、2ヶ月で退学。以降は就職していたが、お笑いを諦めきれず、SMA にとプロジェクトに在籍していた。当初は、 フリップ芸などを行っていたが、事務所ライブでは最下位にいた。そのため平井が伊藤を紹介した時には、やめてしまうかもしれないという状態であった。こうして伊藤が加入し、現在のメンバーとなる。芸風は主にコント。本間の好みで、ザ・クロマニオンズの弾丸ロックをもじった弾丸コントというキャッチコピーをつけている。ロングと本間がコント形式のボケを行い、 中島がツッコミを入れるという形式が多いが、最近はほんまがツッコミのネタも多い。キングオブコント2009,2014,2016,2017,2018,2019、準決勝進出。2019年は所属事務所唯一のセミファイナリストだった。ありがとうございます。